どうも皆さんこんばんは、神奈川県入試お疲れ様でした。さあ今回令和2年度神奈川県公立高等学校入学者選抜学力検査問題の理科の単元について回答速報が出たので回答をお伝えしていきます。さあ理科に関して総評を言うと比較的簡単になったんではないかなっていうふうに思います。その分数学が難しくなったのでね、理科で均衡を取ってるんじゃないかなっていうふうに僕自身は思いました。さあ理科を見ていきましょう。問いの1番です。これ位置エネルギーと運動エネルギーの問題です。一番最初問いの1番のあ、これ答えは4番 X が最大で Y が音エネルギーです。続いてI、これは次回の問題ですね。これ右ネジの法則とフレミンゴの法則を使っていけばどんどん解き答えられるんじゃないかなと思います。答えは4番あが南極、イが北極、ウが B っていう風な結果になります。さあ続いてどんどん出てきますね。これバネの問題です。これも物理の問題。バネの問題に関してはどういう風にして解けばいいかなって言ったら、バネ C、バネ B、バネ A、 これそれぞれ違うバネの伸びなんだよね。これを比較して考えていけば解ける問題だよね。答えは2番です。さあ問いの2番いきます。あ、これに関しては気体に関する問題です。気体に関する問題、答えは4番酸素、二酸化炭素、塩素になります。さあ続いてイの問題。問いの2番のイに関してはこれ、混合物の問題ですね。混合物エタノールと水、それの違いについてちゃんと理解をしてれば十分解ける問題です。答えは6番です。エタノールは水よりも低い温度で蒸発しやすい。さあそれはそうですよね。エタノールの沸点っていうのは水よりも低いんだよっていう話です。う、これはちょっと難しかったかな。うの答えは3番 X が還元、 Y が 2CuO プラス C 以降っていうのが 2Cu プラス CO2 に変わりましたよ。続いていきましょう。問いの3番。あ、オランダンイチゴ。これに関してはめちゃめちゃ初めて聞きましたみたいな名前がね、ものすごく多いんだけど、そこに、めげずに、ちゃんとできたかどうかっていうのが勝負になってくると思います。問いの3番の、あ、これは1番。オランダイチゴ A の葉の細胞1個に含まれる染色体にある遺伝子は、オランダイチゴ C の遺伝子と同じだよっていうのが答えになります。続いて、イの答えは5番です。これ2年生でやったね、進化の問題です。進化の問題しっかり答えられるようにしていきましょう。続いて、う、松の花です。これ種子植物、裸子植物っていう風にやったね。これの答えは3番です。A と C はどちらも受粉が行われるところであるっていう風になったんだね。いう風になります。続いて問いの4番、あです。さあこれジオラオ中等チューブの前の動画を見てくれてきた人、めちゃめちゃそのまんま出てますね。僕たちの中等チューブをね、登録してくれた人、すごいヒントになったんじゃないかなって思います。ただそこで一つ注意点、温暖前線と寒冷前線、場所がジオラオ中等チューブの場合とは逆になってます。そこだけ注意すればめちゃめちゃ簡単に解ける問題。答えは3番です。さあそして沿いの4番のイ、これに関しては、フラスコの問題ですね。これ雲の発生を聞いてる問題です。雲の発生がしっかり理解してる人は十分に解けるんじゃないかなっていう問題です。答えは1番です。さあ続いて、う、右の図の問題ですね。太平洋プレートの図の問題です。さあ括弧1番、これは何だろうな。答えは4番、およそ7000万年前ですね。さあ続いて括弧2番、これに関しては2番、恐竜が繁栄したっていう話だね。ちょっと人類が誕生するには早いかなっていう風な感じです。さあ続いて問いの5番いきましょう。問いの5番のあ、これ実験1から実験3までね、めちゃめちゃ読むの大変なんですけど、これ単元自体は中学校1年生なので十分答えられるんじゃないかなっていうふうに思います。あに関しては答えは5番、伝わらない、波、鼓膜っていうところだね。いに関してこれもモノコードの問題です。これもそんなに難しくはない。カッコ1番。これは何を求めればいいかな。カッコ1番は1ですね。これは1を求めてください。1が答えです。そしてカッコ2番、これは3番ですね。3番が答えになります。それぞれ波形はこれとこれっていう風になるんだね。続いてう行きましょう。うに関して答えは5番です。B と C っていう風になります。さあ A のみとか B のみとかをね、答えないように、していきましょう。え、続いて A に関しては、X と Y に適するものを1の3からそれぞれ選んでください。X に適するものは2番、条件 V っていうのが X です。続いて Y、最も弱いものは1番、条件4っていう風になります。ここがしっかり答えられたかな？ちょっと難しいけどね、考えればできる問題なので、しっかりと解いていきましょう。続いて問いの6番。実験1、2、3、めちゃめちゃ問題文長いです。これで嫌になる。
ならないようにしてください。なんでか、問題はそんなに難しくないからです。問いの6番しっかり読めば答えられます。問いの6番、あ、1に関しては答えは2番です。赤色の物質の名称をみんな実験でやったと思います。めちゃめちゃ簡単です。2番は1です。ロシに取り、薬さじでこすると光沢が出る。これ金属の性質をしっかり理解していれば必ず解ける問題。めっちゃ簡単です。E に関して、これちょっと計算問題です。計算が苦手な人はここは今すぐにすっ飛ばす問題ですね。これ答えは 2.7 立方センチメートルっていう風になります。問いの6番のう、X に適するもの、これ唯一の、記述問題です。記述はなんて書けばいいかな、ここには書かないんだけれども、みんな理解をしてください。塩素が水に溶けたため、まあ、塩素っていう、用語と水に溶けたっていう用語、その二つが入っていれば満点かなっていうふうに思います。絵に関しては答えは3番、陰極が水素、陽極が塩素だねっていうふうな話です。さあ、ここまで順調にやっていきました。続いて問いの7番。これ反射の問題だったね。問いの7番に関してあからいきましょう。あに関しては答えは6番。B, C, D, F です。これも全然難しくない。これこう間違えた人は、中学校の基礎がね、全然理解できてないっていうことなので、要注意です。さあ、そして X と Y に当てはまるものをそれぞれ答えなさい。X に当てはまるものは、3番、最後の人の右手が上がったのを見て、K さんはストップウォッチを止めた。実験をしっかりやっている人だったら答えられる問題です。Y に関しては、Y の答えは2番ですね。目で刺激を受け、脳が筋肉に命令し、筋肉を動かす。しっかりメカニズムを把握してください。ウに関しては答えは2番です。障害物に近づいてからブレーキをかけるまでの時間だね。そう、どこが反射なのか、どこが反射じゃなくてしっかり脳まで行って、命令を出しているのか、そこをしっかりと理解をしてください。そして問いの7番のえ、これの答えは1番です。人が刺激を受けてから反応するまでにかかる時間は音の刺激量の方が光の刺激よりも短いよっていう話です。さあ、問いの7番終わりました。ラスト問いの8番、これ、中学校3年生のね、地学で習う問題、月と地球の関係の問題ですね。さあ、これ太陽が出ないだけまだマシかなっていう風な思ったんだけれども、後半の方に太陽が出てきてるね。これ総合力を問われる問題です。しっかりと答えていきましょう。あに関して、あの答えは6番です。月が地球の周りを公転する様子を模式的に表した時に、観察の時の月の位置をしっかり答えてね。観察がこれだね。月がどれぐらい見えてるのかな、どっち側に見えてるのかなって考えてあげれば割とすぐできる問題です。E に関しては、E の1番は2です。ここですね。そして、E の2番に関しては4番です。ここが1番、4番が2番っていう風になります。うに関しては、これ少しね、考えてあげなきゃいけない問題なんだけれども、答えは、午前4時です。そうね、午前午後っていうものをつけただけで、もしかしたら部分点もらえるんじゃないかなって先生は思ってるんですけれども、まあ4点配点っていう予想なのでね、ここ午前4時っていう風なのをしっかり答えを導いてください。続いて最後いきます。えの X に関しては、X は4番です。D ですね。続いて Y。Y は5番ですね。さあ、これ、地球、それから太陽、それから金星が絡んでくる問題です。めちゃめちゃ総合力が問われてます。ただ、ここは想像ができればすぐに解ける問題です。そんなに難しくないんです。なので、今回理科に関してはできる人とできなかった人、ものすごく差が開くんじゃないかなっていうふうに思います。理科の答え一覧がこちら。さあ、この答えをしっかり照らし合わせて、自分の答えを一回出してみてください。ね、どういう風な点数になりましたか。理科はね、これ、そんなに難しい問題が入っていないので、理科に関しては比較的、高いレベルにある人は高得点狙えるんじゃないかなっていう風に思います。基本ができているかできてないか、そこでちょっと理科はつまずいた人はちょっと危ないんじゃないかなっていう風に思います。さあ、理科はこれで終わりにしたいと思います。続いていきましょう。では